違うよ。いやいやいや、どれも違うよ。ねえ、どれも違う。いやいやいや、5 4 3 2 1。いやいや、どうも。何ですかこれ。ハサミの切れ味が落ちたらアルミ箔をちょきちょきやると切れ味が戻るよ。どうも、始まりました。ゴージャス動画でございます。私がゴージャスです。アシスタントはロキュンです。ロキュンということでね、すごく使える豆知識だね。え、使えるでしょう。なんか研がなきゃいけないのかなと思ったけど、そうそうそう、アルミ箔切るだけだったら誰でもできるし、お家でも簡単にできるね。そうなんだよ、包丁とかはね、お茶碗の裏でシュッシュってやると戻るらしいよ。お茶碗の裏は傷つかないの？うん、そんな、こうじゃないよ。そうね、横か、横ね、横ね、ね、陶器の、陶器のとこね。へぇ、ネタの切れ味はわかりませんが、クラゲはーい、推しがついたとこでね。ネタもちょっとなんか休みかけた方がいいかも。いや、いいだろう、全然あるよ、まだ豊富にあるよ。適当なこと言っちゃおう、そしたら最終的には。はい、はい、今回はですね、はい、ちょっと初めてですが、初めてだよ。はい、今回ね、ゴージャス動画でちょっと取り扱います、ちょっと変わったパズルゲームと申しましょうか。パズルゲームか。はい、ちょっと変わった。はい、それではいきます。恋パズルです。恋パズル、あの恋、恋愛の恋の方。そうです、恋です。池の恋ではなく、池の恋ではなく、こう、うん、なんかね、新しいなんだ感じのパズルを想像しちゃうね。なんだろう、恋パズル。恋パズル、うん、なんだって。恋愛シュミレーションかな。お、え、パズルだからね。女の子落としていくのかもしれない。男を落としていくかもしれないよ。ああ、逆にね。で、パズルのピースを組み合わせていって成就する。ああ、かもしれないよ。そうだとしたら、すごいなんかもう画期的な感じがする。ただ全然違った。全然違ったらね、クライアントさんびっくりじゃん。そんなつもりじゃんみたいな。さあ、スタッフさん来てますんで、今日はいろいろと指示してもらいましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。恋していきたいと思います。恋します。まあね、早速ちょっといろいろと見ていきましょう。いきましょう。それでは画面こちらです。恋、恋パズルだけに。はい、恋パズルということで、お、ポップな曲に乗せて、うん、かわいいね。え、あれ、ちょっと待ってください。恋パズル、うん、男子専用って、ま、なってますよこれ。おお、タコが押されてる。え、これスタッフさん、これどういうことですかこれ。男性専用のアプリになってまして。男性専用、はい、アプリ、パズルを通して彼女を作っていただくようなゲームです。彼女を作って、おお、これを、え、ちょ、女子、浮気、浮気、浮気、いや、浮気、女子の場合はどうするんですかこれ。女性の場合は女子専用ゲームをやっていただいて。あ、あるんですか。へえ、すごい、斬新だね。斬新、今までこんななかったんじゃないこれ。いや、すごい、あのアプリで2バージョンあるってね、その時点ですごい。すごい、100人のリアル彼女プロジェクト。100人彼女ができるんですか、やろうと思えば。はい、頑張れば。頑張れば。うわー、すごい、100また100またかけて。うわー、あ、こういう女の子のね、かわいい感じの、なんかおしゃれですよね。おしゃれ、曲がポップだから、もう大丈夫。曲を聴いた時点で大体分かる。あ、ポップだなって分かった。結構大丈夫、みんな分かったよ。みんな分かった。はい、ということで、パズルも気になりますね、そうなるとね。うん、早速じゃあ行ってみたいと思います。いきますよ、ゲームスタート。お、もう早速名前を。じゃあこれで、はい、行きましょう。ゴージャスで、よし、おお、プレイヤーイメージを選ぶ。どれも違うよ。いやいやいや、どれも違うよ。ねえ、どれも違う。いやいや、医者っぽいでしょ、医者っぽいでしょ。医者、医者っぽいでしょ。医者、新潟。え、こんなにこだわっていいのこれ。すごっ。できるだけ僕に近いような感じですね。これでいいじゃないこれ、なんか、うん、こんな感じでしょ。うん、私こんな感じしてない。うん、こういう髪型だけかな。こういうつもりでいつもやってますよ。こういうつもりで、はい、やって。まず早
スクゲームの中心となるパズルゲームを遊んでみましょう。マップ上に見えるタウンのエリアアイコンをタップし、一人のマネーミッションモードにチャレンジしましょう。一人用のマネーミッションタウン001、はい、おー、こんな街並みをデートするんだね。もう遅刻よ、うん、さては寝坊ね。せっかくのデートなのに先が思いやられちゃうわよ、うん、はいはい、それじゃあ行くわよ。おどういう関係性なんだ挑戦する、デートに挑戦する。行きましょう。はい、ここがゲームの中心となるパズルのプレイ画面です、うん、パズルの盤上には数字が書かれたピースが並んでいます、うん、数字、はいはいはい、この数字ピースをうまく動かし、目標のスコアを目指すことがパズルゲーム共通の目標となります。数字が書いてある、うん、お金の数字か、うん、お金、女は金がかかるってことか、そういうことか。よし、次、操作に必要なアクションは上下左右4方向のフリックのみ。画面上を好きな方向にフリックすると、盤上にあるすべてのピースが、操作した方向に一斉に移動します。はい。そして、どうするの？移動を駆使して、同じ数字のピース同士がぶつかり合うように動かしてみましょう。はいはいはい。2つの同じ数字ピースが移動先でぶつかり合うことにより、うん、盤上でピースの合体が発生します。合体したピースは数字も2個が合わされた2倍の値に。おお、これなんか頭を使いそうな、うんうん、ちょっと結局ね、やってみたら、あ、結局やってみたら簡単なわけですよね、うん、これは出てきた。動かして合体する。あれ待って、どういうこと。合わさった、合わさった。こういうこと、ちょっと1は、はいはい、おお、はい、時間あるね、時間ある、おお、あ、これ手数ですね、うん、30点以内に、お、見えてきた、ゆっくり考えてもいいってこと。見えてきた、お札が降ってきた、わー、溜まってきたぞお札が。見えてきた、お、見えてきたぞ、おー、すごい、もう目標に到達しました。おお、もう止まんないよ僕は。すごい、ゴーさん、もう止まんない、もう止まんない、もう止まんない、ああ、もう止まんないよこれ。止まんない、止まんない、止まんない。これはもう止まらないよ。ほら、わかった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 。すごい。これわかりました僕。職業秘密。お、あ、これがあの、友達フレンド。同じ顔してるね。さあ、さあ新しいステージに挑戦できます。うん、行きましょう。うん、はい、もうね、今。鉄は熱いうちに叩いた方がいいね、これね。あら、じゃあ朝ごはんがまだなのよね、うん、あら、あなたも、うん、近くに有名なモーニングセットのお店があるから行ってみない。うん、奢ってってこと。いや、金がかかる。こうやっていつもご飯を奢ってもらってるんでしょ。私ね、昔からね、うん、もしデートするときにもう絶対割り勘なの、うん、あ、そうなの。うん、なんかね、人に出してもらうの苦手なの。金のかからない女。よかった。行きましょう。寿司も3皿か4皿でお腹いっぱいだ。すげえ小食。でもなんか、うん、ゴー様は動かしてたけど、うん、見てる私たちはどう動かしてたのか分かんなかったよね。あ、ほんと？あ、こっち見てると、うん、どっち動かすとか言って、うん、やってみてほしいな、うん、でもね、言うほどね、うん、正確にやってる。ガシャガシャにしてるだけだ。隣やったら一緒にしてるだけ、うんうん、突き進んでいい。はい、そうだ、さっきの遅刻のお目合わせにご馳走してよね。あらら、ほら、頑張って資金を稼いでよね。よろしく。すごいな。すごい、こういうこと言える女になってみたいな、うん、ちょっとでも、まあ、この子に恋をする感じじゃないの、これ大丈夫かな。とりあえずは逆にこれが気持ちよくなってくんじゃない。本当に、うん、征服されてる感じ。よし、この一人用のモードだとガイドキャラクターとデートしていただいて、はい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 、であのどんどんあの友達リストに友達を追加して、はい、顔なじみを作って、はい、一緒にパズルを、フレンドとして呼んでやっていくうちに、はい、親密度が上がって彼氏彼女の関係に、そのゲームプレイヤー同士になれます。それはどうせ
性もなんですか。男性同士はフレンドになります。フレンドね、はい、フレンドね、フレンドの親密度がちょっとね、いやだって負の要素が多すぎる。負の要素はありません。どうなんだろうと思って。健全なやつです。いきましょう。25秒以内にスコア1700点を稼ごう。いきましょう、スタート。リンクしていくんですね。はい、ずっと4リンク今。何ステージ？あと10秒。狙ってるな。お、一気に上がった。あー、いった。いった。あ、ちょっと待って。おー、いけたいけたいけた。あ、すごいすごい。あ、だ。やった。おー、すごい。違うな、3つ揃えたかったな。納得はしてませんよ、スタッフさん。僕はもっと高みを目指しますからね。最後にあのボーナスが出るので、はい、大きい数字を作っていただいていると、またさらに高得点が出ますので。ほう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 。これ、スタッフさん、これ、なんですか、関係って。関係はあの自分の友達だったり、顔なじみだったり、はい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 、彼女の状況が見られる画面とか。おー、ね、顔なじみをしていただくと、さっきのさっきの、はい、翔太。あ、で向こうでも、はい、友達顔なじみに追加すると、うん、友達に。友達、はい、へえ、はいはいはい。そしてこの彼女フレンズ接近中っていう、接近中どういうジャンル。向こうから、はい、アプローチを受けていて、それがまだ承認していない状態、はいはいはい、あー、友達の申請をしてくれてる人が出てくる状況ですね。友達もあと彼氏彼女もですね。おお、これはでも、うん、なんだろう、彼女もいっぱい作っていいってことですもんね。はい、ゲーム上ではね、うん、ゲーム上ではね。すごい。あと友達を探すっていうのもありますけど、はいはいはい、こちらは何ですか。友達を検索して、はい、顔なじみに追加していくこともできます。それで向こうが承認してもらえると、うん、フレンズ彼女になれます。ほいいですね。まあ、友達まず、まあ、同性の友達も増やすことからね、うんうん、そうすると彼女もどんどん広がっていく感じですもんね。うん、お、戻りまして、ほう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 、イメージアップモードへの挑戦が可能になりました。なんで、イメージアップ、同性プレイヤーイメージアップモード、はい、あの友達を同行してしか行けないステージがあって、はいはいはい、はい、そちらに、翔太くんと顔なじみになったことで行けると思います。パズルは一緒ですもんね。でもね、パズルは、はい、基本は同じパズルになる、はいはいはい、へー、すごい、うん、すごい面白いですね。ねえ、ちょっとなんだっけ、このパズルをね、2人で行くとか、あのマチコンとかってそうなんだって、うん、なんか友達同士で行かないと いけないみたいな決まりがあるらしいよ。はいはいはい、そういうのがあるのかね。マチコンね、コン流行ってるからね。流行ってるんだ、まだ、うん、マチコンモードはないですよね。マチコン まだない。好きなパレードを選択して、あ、これと、あー、これか。スコアブースト、スコアブースト、スコアが伸びるのかな、最後にバビューンって伸びるのか。いろいろアイテムがあるんだね。そこら辺も加味して、じゃあ、さあ、はい、フレンドを連れて行ってみますか。はい、この真ん中のボタンを押して、マネーミッションの、こっち、マネーミッションの下の、はい、ここ、イメージアップ、うん、キラキラアイコン、ここでタイムを選択してください。はい、お、イメージアップ001、はい、16秒以内、8のパネルを11枚、へえ、おお、それはすごい、なんか難しそうな、あんまり考えずにどん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 鉢を作っていただく。どんどん鉢を作る、すごい、鉢を作る11枚。あんまり考えない。あ、来た、あ、さっきの翔太、スキルストレートラブ、おお。どうですか、直球勝負、直球勝負、いきましょう。選択完了、ストレートラブ。なかなか、どんなスキルか見てみたいな。さあ、どんどん鉢を作る、うん、
樹齢1枚作んなきゃいけない。あ、鉢が1枚もできておりません。あ、ほら1枚、お、置いてた、うん、2、うん、来た、終了。いや、今惜しい、今惜しい、今惜しいね。全然でしょ。違う違う違う、3枚しかできてないよ。16秒ってこんな早い、こんなに早いんすか。これ、いや、いけるいける、もう一回やりましょう、もう一回、もう一回。じゃあもう一回やりましょう。もう一回、もう本当に、じゃあもう本当にもう無我夢中でやるしかないね、これ。スタッフさん、今のはもっとどうやってやったらいいとかありますか？どん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 スワイプして、うん、パネルを出現させて、はい、はい、とにかくもう動かせと、もう動かせ、もうにもう足して足してって考えてる場合じゃないんでね、はい、ちょっと翔太くんが待機中になってしまったんで、さっき言った通り次の友達作んなきゃ、友達作らないといけないんだよね、待機を早めるアイテムがあるので、はい、それを使って使いましょう、使いましょう、うん、ビューティーサロン、ビューティーサロン、まさかオリジナルのアバターが、アバターの、はい、着替えを、へえ、とりあえずは、はい、アイテムの購入、ちょっと下の方にスクロールしていただいて、フレンド復帰というのがあるので、おお、ある、これを、はい、はい、一個、一個。次決めますから大丈夫です、1個で大丈夫、もう1個買わなくて、いや大丈夫です、はい、で、フレンド選択、はい、これで、おスタッフさん、次決めますから大丈夫です、どんなことも乗り越えてきましたから、そうですよ、はい、どうですか、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、違う、プレッシャーでしかないんだよ。プレッシャーでしかない。だってよ、これ待って、って言ったから言ったんじゃん。ね、難しくないですか、これ。第一面から難しくないですか。言われたことやっただけだもん。いや、待って。なんで私のせいなのか。いや、どうだろう。ね、スタッフさん。何が難しかったんだろう。スタッフさん、僕の悪かったとこどこですかね、これ。そうですね。ちょっと難しかったかも。ちょっとこれ、これ難しいですよね。え、これはでもちょっと難しい。スタッフさんは今やったらできますか？できるんじゃないですか？スタッフさんの顔もいやでもこれね、これね、でもね、これはやっぱり、うん、難しいっていう、難しさもちょっと今ね、難しさも今ちょっと分かってもらった方がいいと思う、うん、はい、あのフレンドを5人まで追加できるんですね、はい、で、どんどんスキルを使ってもらって、はい、クリアしていく、5人まで、あ、5人一斉にってことですか、はい、そうなんです、はい、あ、そうするともっともっと簡単になるってことですね、はい、ストレートラブが5本入ってますね、いやちょっとね、友達をどんどん増やしてもらって挑戦してますでもなんかそのキラキラモードっていうかね、はい、あのモードはまたちょっとワンランク上だったりするみたいな、ワンランク上、やっぱり普通のやつより、やっぱね、普通の通常のものよりもね、うんうんうん、いやイメージアップ、イメージアップってこれどんどん成功してクリアしていくとどういういいことがあるんですか？魅力を稼げて、魅力、はい、魅力ポイントを貯めて、で次の、あの、はいはいはい、ラブアタックモードに進む、ラブアタックモード、ここの一番上のところの真ん中ですね、はい、本当だ、今ゼロ、うん、ゼロですね、魅力ゼロ金だけ持ってるみたいな金だけ持ってて、へえ。一番右は何ですか？うん、モテポイントに、モテポイント、全くモテなくて魅力もなくて金だけある、金だけある、すごい、でも全然悲しくない、金あるこれじゃあ一番そのモテポイントのアップのところもあるってことですか、ゲームが、はい、ちょっと今はフレンドを同行していくモードなんですけど、はいはいはい、恋人を同行していく、はい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 、じゃあ今恋人はいないのでいけないですね、はい、うわー、これは黒いのアイコンが、こっちの何モードっていうんですか、じゃあ一番右はラブアタックモード、ラブアタックモード、かっこいい、ラブアタックモードはもっと難しいんじゃないですか、もしかしてやばねえ、これは、なかなか、そっか、適当にやってるだけではダメで、ダメ、うん、あと、あの一番最初に男子専用だったじゃないですか、はいはいはい、女子専用は、はい、あの要はあの彼氏を作っていくということで、うん、中身は逆バージョン、はい、ほぼ一緒、はい、一緒ですね、そうね、そっか、ほっほー、いやー、いいですね、これはね、なかなか
ちょっと僕はね、僕はもうマネーミッションだけをずっとやっていきたい。もう金だけで、金だけで、もう本当に、まあね、イメージアップとかいらない。人の幸せはそれぞれあるからね。ねはい、次はですね、こちらの欲求端末の方でですね、女子専用恋パズルを、うん、から入っていただいて、はい、ちょっとね、ゴージャスとアクセスしていただいて、はい、どんな感じになるか見ていただきたいと思います。やってみましょう。はい、では行きましょう。ポチッ。女子専用、すごいなんかいいですね。おお、ピンクになって、うわ、それに女子専用マークがつきましたよ。100人のリアル彼氏プロジェクト。ねえ、さぶらかしてやりますよ100人。ねえ、なんかやらしい感じがしますね。ねえ、でもこれも私がお金払わなきゃいけないんでしょ、はい、彼氏に。そうだ、どうやって言ってくれるんだ。貢いじゃう方、貢いじゃう方だ。ゲームスタート、行きましょう。来た、うん、お、これだな。また一緒だ。また一緒だ。医者じゃないのにするか、医者と医者は多分合わなそうだから。お、これこれ余計運ぽいよ、これ余計運ぽい。じゃあこれでこのまま OK いけて、コンサバ、美容師、アパレル、スタイリスト。ちょっとやってごらんよ。ちょっとやってみる。ゴーさん、うん、はい、慌ててきたな。さては寝ぼけ。今日のデートが楽しみすぎて眠れなかったってことか。まあいい、早速行こうか。じゃないそんなだったっけ。挑戦する。そう、さあ実際触ってみるとね、うん、シュッとくっつく、くっつく。あ、本当だ。そう、さ、なんかシュッシュッて、どこでもいいの。そう、うん、あ、そうそう、結構シュッ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 、横横なシュッ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 、ほらね、シュッ、もう一回シュッ、そうそう、もうシュッね、ほらシュッ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 、ほら、ね、思い通り行かないでしょ、結構行かないね、うん、はい、シュッ、ほら、行け、ほら、3、ほら3コンボ、すごい、3ショット、3ショット、3ショット、8、16、16、16、ほらほら、どうでしょう、ほらほら、ものすごい高得点だよ、ほら、ほら、1、こう、ほら、いや、すごいよ、できた。あ、でもなんとなくシュッ、シュッ、シュッ、うん、セコンドがうるさかった。いや、もう一回やった身としてはね、一回やった身としてはやっぱ言いたいわけですよ、うん、ね、はいはい、これね、はい、じゃあ友達を探す。まさかいるの。名前で探せますか。いるのかな。検索偽物。いやいや、どういうこと。偽物。何ですかこれ。ちょっと、何ですかこれ。早速偽物がいますよ。何ですか。偽物がいたんですか。すごいな。どうしたのこれ。偽物がもうできてるわけですね。もういましたか。すごい。ねえ。スタッフさんがね。これ間違えちゃうかもしれないね。じゃあ、ほぼの。はい。お、医師。医師じゃないから、これ偽だな。どっちも偽だった。お笑い芸人って書いてない。お笑い芸人。カテゴリーがね。リストに追加する。はい。さあ、そうすることによって。関係に、顔なじみ、はい、顔なじみ、まだ顔なじみ、顔なじみか、まだ、はい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 、出てきました。一緒に何かできるんですか、男女で。はい、フレンドモードで、はい、イメージモードでできるので、一回マップに戻って、はい、マップに戻って、マップに戻って、お、あ、魅力もう500になっちゃった。本当だ。ふー今、はい、あのゴージャス君の端末では、はい、ヨキュさんが接近中っていうセリフが出てきた。ちょっとグイグイ来てるでしょ。グイグイ、やだ、ね、面白いですね。でもなんかゲームでもそんなこと言われたらちょっとドキッとしますね。ね、接近されてますみたいな。接近してる、なんかちょっと閉店しなきゃみたいな。3までいかなきゃ。3まで、はいはい、出た、ほら。あ、でも怒ってじゃなかった。怒ってじゃない。あ、やっぱそうなんだね。へえ。あ、気にせず好きなものを頼みなってことは怒ってくれるのかな。あれ。続くね。でも覚えたでしょ。覚えた。もうシューするしかないんだよこれ。シューするしかない。シューするしかない。いっぱい出して。そうそうそう。で、金大きくして。
回出す方がいいですね。大きい金をくっつけた方がいいですよね。しかもれもうし、すごい。そう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 、ああその八八もな、八八八、じゃ16、オッケー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 、確かにもういっぱいシュ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 した方がいい。気持ちいいでしょこれ。気持ちいい。うん。まいちゃん。お。リストに追加。友達を作って。はいはいはい。あ、そうか今。クリアしないとゴージャスさんにはたどり着けない。なるほど。はい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 。恋人がいません。こうちゃん。仕事忙しい。友達を作る。一回それやってごらんよ。それ超難しいから。あれ？あ、これは一回友達とやらなきゃいけない。はい。ほら、これ16秒。16秒。うん、あれ、なんかスキルですか今のは。やばい。どっかで安心してる自分がいた。抜かされたと思って。確かにこれも適当にやったんだけど、そっかなかなか難しかった。おまあ進めていくと後ほどゴージャスとも一緒に、はい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 、いけるはずなんだ。うん、プレイできたりもするっていうことで、うん、はい、まあ、なかなかね、まだまだなんかね、でもね、うまくなりたいね。これね、ちょっとなんかこうコツ覚えたらもっとできるのかな。そう、001でくじけるってこれちょっと結構ね結構致命的だよね、私たち。結構イメージアップモードがちょっと難しいのはちょっと分かったけど、うん、ちょっとここはちょっとってやりたいね。そうだね。はい、はい、ということでね、はい、恋パズル、はい、男子専用女子専用、ほうほう、ただいま絶賛配信中です。配信、はい、まあね、はい、ということで皆さんぜひぜひ、ダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか、ね、いろんなお友達と、ね、いろんな彼女を作って楽しんでいただきたいです ね、 ね、うん、要求をゲットすることもできるかもしれない。あら、そうか、要求をフレンド探せばいいのかな。あ、確かに、うん、ね、偽ゴージャスもいますからね。偽ゴージャスもいると思いますんでね、はい、ということで皆さんよかったらダウンロードして遊んでみてくださいね。ということで今回はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。悔しいね、これこれ悔しい、これ悔しい。向かってみたらこれ、やっぱこれまたフレンドを復活させないか。これふさふさもできるんですか、ちゃんと。16秒って。できなそうな感じだったよ、さっきは。な、16秒って。わかんないです。難しいですよね。なかなか大変。でも、恋愛も難しいってこと。なんかうまく収まっちゃった。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画。ぜひ皆さん、チャンネル登録、レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それ、ここチャンネル登録はハフト。